あと風の経過報告です。やばい、あのね、今一番やばい、多分今一番白血球が風と戦っている時なんじゃないかなと思います。汗がまずすごいね。で、頭痛がやばい。で、汗をかいてきたから着替えようと思ってるんだけど、寒いんだ、ストーブつけてなかったから。だから今部屋を加熱中です。こんな感じで加熱しております。映ってる、うん、あのね、何なんだろうね、なんでこんな体調崩しちゃったんだろう。昼間なんかね、お腹が痛いなと思ったんだよ。うんこ漏れそうになってさ。でね、今日の朝ヨーグルト一箱食べたんだけど、なんか食べてからなんかお腹の調子がちょっと緩いなって感じになって、でお昼ぐらいになったらさらにやばくなってきて下痢をして、でそれからなんか体温が一気に下がったっていうの。あ、分かった。下痢をするとね、体温が下がるじゃん。それで抵抗力が落ちて今やられてんだよ。あ、なんか変なもん食うじゃなかったな。なんか朝のさ、まだ寒い時に冷蔵庫で冷やしたヨーグルト食べたからね、それもやばかった。もっと温かい汁物とか食べておけばよかった。あ、早く部屋温まってくれ、着替えたい。それでは。